はい、高木です。です。俺あの現役時代どこ守ってた？セカンドですよ。僕サードでしたね。なんでシーンとするんですか？こんな卑怯な。サードショートやってました僕は。だからセカンドの店だったら。セカンドベース寄りのバックトスですよね、うん、でも絶対ゲッツー取らなきゃいけないって時は、うん、やっぱ正面のちょっとこっちでもバーンってやったら早いよ、こう反転するよりは。でもいい、そのコツを今日教えます。あー、聞きたいですね。これ聞きたいっす。まずボールを取る基本、ボールはどこで取る？体の正面、うん、正面ってどこだ？教えたいの？この前、その前。違う、グローブはどっちにはめてる？左です。左だよな。左をパッと素直に手出したらどこに来る？左足の前。そう、そこが正面だから正面で取る、はい、いいか、うん、そうそう、はい、そこが基本になるからね、はい、そこで取れないと強いのは投げれないから。例えば右足の方で取ったとしたら近い距離だったらできるけど、ポジションの正面よりちょっと行ったところでパンカンってやるときに絶対正面で取っとかないとこの反動が使えないから投げれないから、こっちの力で。そうそう、それと取った後にボールはどうやって握る、握り方がある、どうやって取っすの？いや、あんまり意識はしてないですけど、自分は3本3本でこうやってやるの。3本違う、パーンと取ったら小指を動かす、で、ここに OK マークみたいなで、ここで押し出すか、それのキャッチボールちょっと解くとやって、はい、どうでもいいから、そう、肘から出すよ、肘から、肘を起点に出す、いやーおしゃー、そう、逆にこっちに投げるからハンド使えないから、はい、絶対動いちゃうでしょ、動かない、動かないでそこから投げて、投げにくい、はい、すごく、はい、やっぱハンドがないと、はい、もうちょっと距離離れて、じゃあやっぱり実践してみる。ワンアウト1、3塁、はい、1対0で勝ってます、はい、これゲッツー取らないと延長です。よし、延長ボールがそれてる、やっぱここで狙い、いいか、ゲッツー取らなきゃいけないんだからな、はい、だから例えば反対飛んでも反転する暇ないぞ、パーンとこうやってパーンだよ、はい、早くだよ、はい、おー、いいね、わかる、やりやすいでしょ、やりやすいです。オッケーオッケー、お前飲み込みにいいわ、じゃあ時やって逆に三塁手がどれだけ不器用かっていう、はい、お前もなんかニャッと出てくるね、ボールが速くないよ、お前難しいですか、これ。いや、難しいよ、はい、でもコントロールいいね、お前まあでも、はい、こういうことでチームのピンチを救えるという、はい、まあ、子供はまだ小さいからできないかもわかんないけど、こういう練習も遊びの中に入れとくと絶対できるようになる。基本を学んでないと応用に入れないということ、はい、だからやっぱりちゃんとしたところで取らないと反動も使えないということだから、はい、いつもいつも基本を大事にし、遊ぶときはそういう応用を入れるとすごく、ボールの握り方は3本じゃなくて、はい、ちょっと小指を浮かすと投げやすくなかった、なるほど、そうっす、引っかかりがなくなる、はい、で投げるときは肘を起点に投げる、バックトスの講座でした。はい、よっしゃ、はい。